皆さんこんにちは島大病院ちょっと気になる健康講座の時間ですスタジオには島根大学医学部下肢血管治療センターの新原博之センター長にお越しいただいています今回は下肢血管治療センターの取り組みについてご紹介いただきますそれでは解説をお願いいたしますはい ご紹介いただきありがとうございました島根大学医学部附属病院皮膚科学講座の講師及び可視血管治療センターのセンター長をしてます新原博之と申します本日は可視血管治療センターの取り組みと題して皆様にお話をさせていただきます利益相反関係にある企業とはございません本日の内容ですが 下肢循環不全についてそれから下肢静脈瘤、それから末梢動脈疾患頭文字を取って PAD と申します続きましてリンパ浮腫、それから下肢血管治療センターについてお話をさせていただきますまず、ね、下肢循環不全についてなんですがまあ循環不全というのは定義として全身臓器と心臓との間の血の巡りが 適切に行かずに臓器、筋膚軟部組織や筋骨格系を含みますが、こういった臓器の機能低下が生じている状態と定義します。脈管学会という学会がありまして、そこの理事長をされておられました茂松先生が、下肢循環障害によって生じる疼痛としてまとめておられます。 慢性動脈閉塞による疼痛は中小虚血死が最も高度であり疼痛コントロールに難治することが多かったりあるいは静脈管流不全に伴う疼痛は下肢死張と 静脈体に伴う炎症、それから血栓性静脈炎に起因することが多かったりあるいはリンパ管流不全に伴う疼痛は主張に伴うものとリンパ浮腫に合併する放火式炎がその主体を占めるということで循環不全を生じると疼痛の原因となり生活の質をですね低下させうるとして報告をされておられます。 つまりこの下肢循環不全が生じるとさまざまな弊害が生じてひいては下肢の筋力の低下それから下肢運動機能低下もっと進むと転倒骨折寝たきりといったそういったリスクが上昇するということが考えられます。消費者庁のホーームページでは10月10月日を 転倒予防の日と紹介されておりまして転倒事故の半分弱が自宅で起こっておりますまた転倒事故の起こっている場所は浴室であったり脱衣場それから駐車場ベッドであったり玄関口階段そういったところでよく起こっているというふうに報告されていますまた状況としては滑ったりつまずいたり、まあ、そういったことで転倒事故が起こっているというふうに報告をされております まあこういった転倒で骨折になったり切り傷になったり脱臼捻挫といった外傷が生じると救急車に運ばれて病院で治療を受けるということになってしまいます。また、えー、年代別性別の事故件数も報告されておりまして後期高齢者まあ75歳を超えると事故件数が増えてきます。また男女比で言えば。 女性の方が男性より多く転倒事故を起こしていると男性の方が筋力がありますのでそういったところで、まあ、女性に転倒事故が多くなってしまっているのだろうと思われますそこで、えー、スライドの方に過失筋力低下をきたしうる、えー、きたす可能性のある原因別疾患ということで、えー、提示をしております、えー、数字の方は推定本法での推定の有病率ですが循環障害であったり関節障害であったり神経障害 であったり、こういった疾患があることで、下肢の疼痛であったり、倦怠感、それから脱力。まあ、こういった症状が出てきて、まあ運動量が低下してしまうと。そうすると、下肢の筋力低下、歩行障害、転倒リスクの上昇といったことにつながってしまうわけですね。で、今回はこの循環障害にフォーカスを当ててお話をいたします。 この循環障害脈管というものはこの静脈動脈リンパに分けられますがまず静脈が循環不全を起こす場合はどういう状況があるかというと逆流防止弁というものが静脈の中にあるわけですがそれが機能しており血液静脈血液が逆流しないように通常は機能しているわけですがまあいろんなことが理由で、まあ、静脈弁が壊れてしまい静脈内を流れる静脈血が逆流を生じてしまう。 そうすることによって皮膚や脂肪や筋肉にまあ老廃物が滞留すると、まあ、こういった流れになります。これをもうちょっと模式図で示してみますと皮膚の下を流れる氷剤静脈と筋肉の中を流れる深部静脈というのがあるわけですがそれがまあいずれは合流して心臓方向に静脈血液をまあ流しているわけですね。通常はこの 静脈弁がちゃんと働いて血液が逆流しないようになるんですがこの静脈弁が壊れてしまうと血液が心部脈脈から氷剤静脈の方に逆流を起こしてしてまうと。そうすることによって長時間の立位や剤によって静脈血が逆流してしまい静脈うっからいろんな症状が起こってしまう皮膚炎であったり脂肪に炎症が起こる脂肪縮炎皮膚が溶けてしまう皮膚潰瘍、まあ、こういったものが生じてしまうわけですね。 えー、こちらの方あの下肢静脈瘤の検査になるわけですが、えー、ふくらはぎをもみまして血流を誘発させるとそうすると、えー、この赤とか青で色がついてますが血液の流れがこのように、えー、エコーで、えー、見えるわけですね。でこれを波形で見ますともんで血流を誘発させると逆方向に、えー、波形が見えますがこれは血液の逆流があるということのお証拠になるわけですね。そそしてのの血液の逆流が えー、立位で0.5秒以上持続するともう腸脈弁が壊れているということが証明できるということになります下肢腸脈瘤の症状ですが、えー、臨床分類として例えば下肢に湿疹、えー、が出てしまう皮膚炎であったりあるいはこのまるで囲んであるところが発赤してますけどまあその上に腸脈瘤があるわけですが脂肪に炎症が起こってしまう皮膚脂肪硬化症 であったりまあもっと一番ひどくなると活動性の潰瘍として皮膚が一部溶けてしまう、まあ、こういった皮膚潰瘍になると、まあ、こうなってしまうと、えー、上脈類のの治療を行わわなないと、まあ、難治性の海洋と性ってしまうわけですね外来を受診した患者様の年齢分布をあのスライドに示してますけど70代が最多で続いて60代50代80代というふうになりますが、まあ、この70代の患者様も まあ70歳になって静脈瘤になってるわけではなくてもうお若い時から静脈瘤というものは足にあるわけなんですがえお若い時はまあ筋肉もしっかりあって元気ですので症状は特に出ないんですがお年を召されてえ衰えが出てくると静脈血液の逆流による症状がいろいろ出てくるということで病院を受診されれるという流れになりま,すまた男性と女性のえ症状の分布というのを見てみますと。 男性は湿疹病変が突出して多いんですが、まあ、女性の場合はむくみであったり皮膚炎もあるわけですが脂肪試験、まあ、その他回遊といった症状のばらつきが見られると、まあ、これはまあ男性はまあ筋肉があるのであまり他の症状は出なくて湿疹のみが出るというふうには考えられていますまた一方で C3 この過死の不死なんですが過死の不死以上の臨床症状を呈すると多くは過死の倦怠感であったり 小村返り、下肢のしびれ、疼痛、創症こういったものを伴いやすいということが臨床上見られます下肢筋力をどうやって評価するというとかというところで、えー、最近即死力というものが用いられるようになってきていますこれは足の親指と人差し指の器具を挟み込んでグッと力を入れるということで力を数値化する道具なんですがこれでグループ1の男性であれば 3kg 以下 女性であれば2ラム以下の状態であれば転倒の高リスク群であるということが言われておりますそこで当科を受診された患者様45歳から98歳の方で40例の方に腸脈瘤の治療をしてその手術の前後で足の即死力とついでにあの握力も測定して手術前と手術後1ヶ月3ヶ月で測定をして比較をしてみましたところ左足右足 ともに手術前と比べて即視力が上昇しているということが分かりましたまた悪力はまあ手術とは関係ないので手術前後であの数値は特に変わりはございませんつまり下肢静脈瘤の手術をすることで下肢筋力が増強し転倒の可能性、まあ、リスク転倒のリスクが低下したということが言えるかと思います。それではその下肢静脈流の患者様が まあ一体どれぐらいおられるのかというところで2012年から2015年にかけて雲南市で疫学調査といいうものを行いました、まあ、健康診断住民健診についていって健診を受けられた患者様をエコーを当てて静脈瘤の有無を確認したというものですこの結果40歳以上の住民の318人の下肢静脈瘤の有病率が分かりまして男性で12.4%女性で24.4%全体で言えば20.1%つまり 40歳以上の方々の実に5人に1人は静脈瘤に、えー、かかっっていいらっしゃるということが分かったわけです、えー、このことを学会誌に報告しまして全国誌で、えー、取り上げていただきまして以前、えー、出雲ケーブルテレビでも、えー、静脈瘤について放送をさせていただきました。 そうしましまたところ、えー、地域の医療機関から患者様の紹介を多数いただきましてこちら2016年のデータですが全国の大学病院の中で静脈瘤の手術件数がトップになることができましたまた近年もコンスタントに患者様をご紹介いただ,くいただきまして手術を担当させていただいています。 また2020年までのところで900例でしたが、えー、現在のところ千例を超える患者様の手術を担当させていただくことになりました本当にありがとうございましたこうして広くあの分かりやすくご説明されているその結果がこう出たということそうで,す、ね、でしょうね、はい、う本当にあの地域の先生方にはあのご紹介いただきまして本当にあ,のありがとうございますと申し上げます、はい で、えー、まあ最近はあ手術の術式というのもへあのどんどん改良されていきまして、えー、最新の治療ではもうカテーテルがもう主流になってきていると、でもうカテーテルはもう血管の中に入れて悪いところに ところほど血管の治療をしてもうカテーテルを出してもうそれでおしまいですね。傷口はもう約5ミリ程度で済むということになります2016年にはカテーテルを血管の中に入れてカテーテルからレーザーを出して悪いところの静脈を治療するレーザー治療といったものが出てまして当院の方で採用しておりますまた2021年からは、まあ、人体に使っていい瞬間接着剤というものがありましてそれを使って静脈瘤を治療するということが 保険で認められるようになりまして2021年から当院で採用をしておりますでは続きまして、えー、上動脈の疾患に移らせていただきます腸脈の場合は血液が逆流する 異常だったわけですが動脈の場合は血管の中が狭くなる狭窄するあるいはひどくなると閉塞をするといったことが起こってしまうと、えー、末梢組織へ動脈血液が十分量流れていかなくなって PAD となり臓器ですね、まあ、ここで言えばまあ下肢の皮膚であったり脂肪であったり筋肉そういったところの栄養と酸素供給の不足が生じてしまうということになります。 本舗で推定患者様の数は100万人というふうに言われてますが動脈の流れが悪くなることによって下肢筋肉量が低下し下肢の冷感しびれなどが生じて一定の距離を歩くと足が痛くなってしまうという、まあ、そういう間欠性発酵が生じてしまうでもっと進行すると安静にしてるだけでも足が痛くなって、まあ、最終的にはえそに至ってしまうという、まあ、そういう病気ですね。 この動脈の中に、えー、動脈の中がそのコレステロールであったりいろんなものがこのまたまってくることによって動脈の内腔が狭くなってしまい、えー、血液血液が十分流れていかなくなるという状況ですね。えー、この狭窄の段階であればカテーテルをこの隙間の中に入れて風船を膨らませる。 こ,とでこの狭くなったところを広げるという治療がカテーテル治療ができるわけですが完全に詰まってしまうとなかなかカテーテルも入らないということになってしまいます。 まあそこでこの PAD ですね動脈が狭くなってしまうこの疾患どれぐらい患者様がおられるのかというところを調べた研究がありまして英語のの頭文字をを取った ABI というものでスクリーニングをするこ,とができますこのように患者様の上肢と下肢に血圧計をつけて、まあ、血圧を測定するというとてもシンプルな方法なんですがこれで40歳以上の住民の福岡県久山町というところの住民の2,956人 を対象としたコホート研究、久山町研究という有名な研究があるんですが、この研究で、四十歳以上の pad の有病率は一点四・七パーセントだったというふうに報告されています。まあ、これを島根県の人口換算にすると、大雑把ではありますが、約六千人程度の pad の患者様がおられるんじゃないかというふうに推定されます。本邦での pad の有病率は、一般成人で一パーセントから三パーセント、六十五歳以上の。 高齢者で3から6糖尿病の患者様で5%から10%脳血管疾患あるいは心臓疾患を患っておられる患者様で10%から20%血液透析を受けておられる患者様で10%から 20%PAD を患っておられるのではないかというふうに推定をされております。 また、えー、PAD のこのリスク因子といったものも報告されておりまして男性が女性と比べて1倍から2倍 PAD になりやすいそれから10歳増えるごとに2倍から3倍増えてしまい糖尿病を患っておられるだけで2倍から3倍喫煙ですね一番悪いあのリスクになるわけですがタバコを吸ってるということで3倍から4倍上がってしまう高齢の特に男性で糖尿病 があって喫煙これはもう喫煙歴も含みます喫煙をしていたまあ、こういったことがあると PAD の可能性がぐぐっと上がってしまうということになりますそこで PAD の診断なんですが問診をして起用歴生活歴ですねこの起用歴はもう特に糖尿病それから生活歴としてのこの喫煙歴ですねこれはもう十分確認をしておく身体所見として下肢の動脈を触診するそして海洋エーの有無の確認 そして血流検査として先ほどありました ABI ですね皮膚組織管理圧あるいは動脈栄光であったり狭窄や閉塞の部位の確認の意味で造影 CT であったりあるいは血管造影をして調べたりします。 この ABI のの検査をを受受けけたらこここういうい紙を受け取ることになりますこの左下の方に ABI というものがありまして右1.17左は0.67とありまして左は0.9より低いですので動脈の強窄または閉塞が疑われるということになります。 また赤の点線で囲んであります UT マップというものもえ注意して見てほしいと思います。これはどういうものかというと波形の面積平均値を脈波の振幅で割って表示したものです。これあの 強作や閉塞があるとパーセントマップの数値は大きくなります正常であれば45%未満なんですが強作閉塞があると45%以上になってくるということですねそれから UT というものがありましてこれは波形が拡張期から収縮期に移行する時間を表したものですこれは強作閉塞があると UT は延長して数値が大きくなりますこれ,これもちょっと説明しますとこの 線動脈が狭くなってここを動脈血液が流れると狭い分一定の量が流れるのに時間がかかってしまう<ー>ということですね、はい、そうすると心臓からその血圧を測るマンシェットを測る場所まで血液が流れるのが間延びしてしまうということですね、うん、つまり、えー、流れが悪いからちゃんとマッシュの方に流れていくのに時間がかかってしまうという,、まあ、そう,いうことを意味しますね そこでまああの増 ALCT やらまあ血管増えをまを調べていくということですね。動、えー、動脈脈エエエコココーーーその前には えもう放射線被ばくがないので非常にスクリーニングとしても優秀ですねこのエコーでパルス・ドップラー波形というものを調べることができるんですが、えー、通常であればこのように3層性の上に行って下に行ってまた上に行くというこの3層性の波形が正常なんですが狭窄、えー、があったり閉塞があってくるとこの振幅があのこの縦の線がどんどん低くなっていってですねでなだらかになってそしてさっき言いましたこの横この 血液が流れる時間が間延びして、どんどん横広がりになっていってしまうという波形が。超音波で確認することができます。これ、あの例を、あのスライドにおし、お示しします。え、八十五歳の男性の P. A. D. の方なんですが。 この右の鼠径部であの測り、えーパ,ルえー、パルス・ドップラーを調べますとこの、まあ、あの二層性、まあ、あの通常の波形に近い形なんですが膝,の膝裏のところの動脈を調べてみますとこの振幅がこの縦の波が低くなってしかも横,横広がりな波形になっているということが分かるかと思います。うん そして反対側の足も膝の裏の動脈を調べてみますとこのように振腹が低くなって間延びして横広がりの波形が得られているということが分かります。そしてこの方血管造影をしますとこの大腿動脈ですね あの太ももの動脈なんですがこの狭くなっているところが123箇所、まあ、見られてですねました、まあ,あの完全に閉塞しているわけではないのでもうカテーテルをスッと入れて、えー、風船を膨らませるバルーン拡張をすることによって狭くなったところを、えー、拡張するそうすると血液は今までちょろちょろちょろっとしかこの狭いところ流れてなかったところを大量に、えー、ちゃんと血液が今まで通り、まあ、流れていま されていくと、そうすると患者様は翌日からもう腰が軽くなったというふうにあの自覚をされておられました。この方の即死力をあー測ってみましたところ。 この方は実はあのバルーン拡張術をする前に静脈瘤もありましたので静脈瘤の手術もしたんですねですので静脈瘤の手術をする前と静脈瘤の手術をした後右左あの調べるんですが静脈瘤の手術前後で即視力に変化はなかったわけなんですが動脈の治療をしたらこれだけ即視力が上がったつまりこの方は動脈の血流が悪かったがゆえに即視力が下がって 転倒リスクの高い状況になっていたということになります。動脈の治療をしてこの転倒リスクを下げることができたというふうに考えられます。 はい、続きましてリンパの方に移りますリンパは、えー、リンパ管の周りにこの平滑筋が取り巻いていて自動運動をしているわけなんですが収縮をを繰りり返ししてて中枢方向へリンパ液を排出しておりますそして集合リンパ管というものに一番太いリンパ管にあの逆流防止弁が存在しているんですが、まあ、これもいろんなことが理由で弁が壊れてリンパうえたいを生じてしまうと。 最近はこの赤外線カメラを使ってリンパの流れを可視化することができましてこの左足にこの薬液を注入するとそれがリンパ管に取り込まれてこれあの赤外線カメラで覗いたものなんですがリンパの流れが。 ここのように可視化すすることができますで通常であれば足から股の付け根まで、まあ、5分もあれば、まあ、リンパ液がさーっと流れていくわけなんですがこの浮腫があるとリンパ流の流れが遅延しまして股の付け根まで30分以上かかったりあるいは足のところに脂肪子炎とか皮膚潰瘍があるとそこでリンパ液が漏れて胃満性の光スポット上の強傾向がまあ見られることになるわけですね。 でまあ、あのリンパ浮腫左足と比べて右足がすごく腫れているのがあるか分かるかと思いますがリンパ浮腫があった場合、まあ、基本的にはまず保存的治療で圧迫の治療それからスキンケアであったりリンパドレナーシーなどを行うわけですがそういった保存的治療で、えー、なかなか治りが悪いという場合には外科的な治療の選択肢があります。まず流れが悪くなったリンパ管 と小さい、えー、細い静脈を顕微鏡を使ってつなぎ合わせるという治療ですね。こう手術。これをすることによって、えー、流れの悪くなったらリンパ液が静脈の方を流れて血液循環の方に流れていってくれると。うん、まあ、あるいはリンパ節そのものをこのリンパ節のところに移植をして。 このリンパ節からあのリンパ管を作る因子が出てきて新しくできたリンパ管にリンパ液を流してある、まあ、そういった治療なども外科的な治療法としてありますこういった治療なども当院の可視血管治療センターでは形成外科が主に担当してやっております。 こういった歌詞の脈管の循環障害が疑われる患者様がおられましたら院内の患者様であれば院内紹介であるいは他施設からご紹介いただくときは地域連携を通じて予約を取っていただき基本的には毎週火曜と木曜の午後に外来をやっておりますのでご紹介いただきますと診察をして治療適用のある科に紹介をするとそういうふうな流れになります。 下肢血管治療センターですがさまざ、あ、まな、えー、各分野の専門医の先生方によってセンターが運営されており各専門医の先生方の専門分野で治療を担当していただきます。 血管、えー、動脈閉塞。あるいは狭窄などがあれば血管形成術。まあ、まずはカテーテルであったり、閉塞などでカテーテルが難しい場合は、バイパス術まあ。こういった治療をカテーテルを放射線科の先生に、それからバイパス術を心臓血管外科の先生にお願いをします。また、下肢静脈瘤は皮膚科の方で担当し、リンパ浮腫は顕微鏡下で手術をする形成外科の先生にお願いをしたり、あるいはエソとか。まあ、海洋治療などがあれば。 両方で担当をします。 また、えー、こういったこの下肢の循環不全があるということはあの以前から血管というのは全身病というふうに言われてまして下肢に循環不全があると他の部分にも循環不全があるということが言われてまして心臓に合併症があったりあるいは透析の患者様でしたら透析あるいはその血液、まあ、ドロドロ血液とか最近言ったりする流れが悪くなっているような血液をサラサラ血液に変えるアフェレーシスこういった治療なども当院の循環器内科の専門の先生あるいは腎臓内科 専門の先生にご担当いただいて協力をいただいて治療をしていただくまああるいはその循環が悪いというと、まあ、栄養管理なども必要になってきたりしますし、えー、まあえとかであの菓子のあの。 切断とかそういったことがあった場合、術後のリハビリなども必要になってきますので、そういった場合にはリハビリテーションの先生方あるいは、A、栄養治療部の先生方に、えー、ご協力をいただいて、えー、総合的にまあの治療をさせていただくまあ、こういった流れになっております。えー、最後に、えー、まとめですが、まあこ,ののえー、この下肢の脈管この下肢の脈管の循環不全が あるとまあ,あの貸金力が最終的にまあ、あの起こり得てえ貸、ー、筋力低下のまあ、原因となり得ると、えー、それから下肢循環不全の治療をすることによって、歩行機能の改善がまあ、期待できると転倒のリスクを下げることができると可能性があるということになります。カテーテル治療でえ、もう債権をとカテーテル治療がもう進歩してますので、下肢の静脈瘤。 あるいは PAD 狭作までの、まあ、PAD、あのー、であれば、えー、改善が、まあ、十分期待できるということが言えると思います。また ここはまあ4番目すごく重要なことなんですが他の科の先生方ももう口を酸っぱくしておっしゃるかと思うんですが糖尿病ですねもう本当にあに糖尿病には悩まされるわけなんですが血糖コントロールもうしっかりとした血糖コントロールというのは非常に重要で、えー、さらに禁煙というものも,もう極めてもう重要になります。これらは にも関係します。大きく関係しますし、まあ、仮にその治療をしたとしても、えー、その治療後の再発にも大きく関係してし,しまいます。あのーえー、他県の、あのー、施設では、タバコをやめない限り、この PAD の治療すらしないというふうなスタンスを貫いている施設もあるぐらいでして、あのー、結局このあの、せっかくの治療をしても。 喫煙を続けてしまうがためにまたもう何回も再発を繰り返してしまうということがやっぱり起こるのでこれら血糖コントロールと、えー、禁煙というのはもう絶対的なあ条件になってくるとあの私もそのように思いますそして、えー、リンパ浮腫は当院の形成外科が担当しますが顕微鏡下手術で改善が期待できると手術的治療で改善が期待できるというふうに考えられます下肢の倦怠感 小村り皮膚炎こういった症状があると静、えー、脈瘤の可能性が出てきますので是非疑わしいようであればあご紹介いただけるとよろしいかと思います。 また血管の閉塞も動脈のこの狭窄閉塞もある日突然狭窄閉塞するわけではなくて長い時間かけてえ徐々に徐々に悪くなっていきますのでこれがもうえそとか潰瘍とかいうふう風な状況になってくるとなかなか治療がカテーテルでできなくて難しくなってきてしまいますのでできれば数十メートルから数百メートル歩くとふくらはぎや太ももが痛くなってもう休憩しないともう次が歩き出せない。 まあそういうふうな間欠性破酵の状態でしたらまだ狭窄の,の段階であることが多いですのでカテーテルの治療が十分できるかと思いますその段階でえご紹介いただけますと治療が十分できるのではないかと思います。またリンパに対してはえ顕微強化手術でで治療ががきるとということが 言えますのでそういった患者様がおられましたら治療センターの方にご紹介いただけますと対応の方させていただきたいと思います私からは以上です今回は可視血管治療センターの取り組みについてご紹介いただきましたお話は島根大学医学部可視血管治療センターの新原博之センター長でした 今日はありがとうございましたありがとうございました